ゲンガーの反乱は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー第6シリーズ第6話、2011年5月28日に BBC1 で、初放送された。マッシュ・グラハムが、脚本、ジュリアン・シンプソンが監督を担当した、前話、人造人間たちから続く二部作の後編である。人造人間たちから続き、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼の、 コンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズは22世紀の古島に所在する作業員がフレッシュで事故を複製してゲンガーを生成、操作し業務にあたる算の組み取り工場にいる。しかし太陽嵐によりゲンガーが人間から独立した意志を持ちドクターはゲンガーと人類の戦争を防がなくてはならない。ゲンガーの反乱は 第6シリーズの複数のプロットを誘導する、クリフハンガーで終わる。二部作は2010年11月から2011年1月にかけて主に、ケルフィリー城で撮影され、ゲンガーは、コントーション用の CGI と送信具の助けを経て、実現した。ゲンガーの反乱では、ドクターのゲンガーも登場し、これは、マット・スミスが送信具を身につける初めての体験となった。 本作のイギリスでの視聴者数は672万人で、批評家からのレビューは賛否両論であった。本作のストーリーがクリフハンガーの前で霞んでいると指摘する声も多かった。本作では第6シリーズの始まり以前にゲンガーと入れ替えられたエイミーを救うためにドクターが開発初期段階のフレッシュを調査しようとしていたことが明かされる。 第6シリーズでこれまで共に旅をしていたエイミーはゲンガーだったと明かされ、オリジナルのエイミーはアイパッチを装着した女性に確保されているというクリフハンガーは、そのまま継ぎ話、ドクターの戦争に続く。ドクターのゲンガーが過去の記憶を整理している際、以前のドクターのセリフが複数ほのめかされている。彼は、EN、アンアンアースリーチャイルドで、 初代ドクターのセリフ、ワンデイウィーシャルゲットバック、イエス、ワンデイ one day will, one day w として誤って引用し、三代目ドクターのキャッチフレーズである、リバースザポラリティオブザニュートロンフローを発し、四代目ドクターと十代目ドクターの声で喋った。四代目ドクターの声では、彼の好物である、ゼリーベイビーを勧める仕草をしている。人間が彼を信用しなくなったことに苛立ち、 ドクターは、エイミーとクリーブスのゲンガーに自分を、ジョン・スミスと呼ぶように頼む。この偽名は、ドクター風で数多く使われた偽名であり、初登場はザ、ザホイールインスペースであった。マッシュー・グラハムは、もともと第5シリーズの単発エピソードを執筆する予定であったが、執筆のための十分な時間が確保できず、辞退することとなった。彼は、番組制作葬式のスティーブン・モファットから、 次のシリーズで執筆する依頼のメールを受け取り、彼もこれを承諾した。二人が対面した際、モファットはシリーズ中盤のフィナーレ、ドクターの戦争に続くエピソードが良いと述べ、反逆するアバターを扱うものが良いとも発言した、ドクターの戦争に続くモファットの望むクリフハンガーを、ゲンガーの反乱の最後に加えた、グラハムの脚本は、モファットから賞賛を受け、グラハム自身も気に入った。 ゲンガーの反乱で、グラハムは、ゼンは、人造人間たちで発生したものと似た状況にならないようにした。彼はもともと全員を投げ出すために、ゲンガーの反乱の舞台を別の場所にするつもりでいたが、後に、その必要はないと判断した。マット・スミスの演じるドクターが常に自問自答して、自己完結させていることから、グラハムは二人のドクターを執筆することが簡単だと、感じた。 彼は、それぞれのドクターが異なる存在で数あるに落ちないようにしたく、また、ドクター自身の人間性の発見の助けにしたいと考えた。グラハムは、最も静かな登場人物が最大の悪になるというアイディアを気に入っていたため、ジェニファーを悪役にしたかった。オリジナルの台本ではジェニファーに完全記憶能力があることが明かされ、それによりジェニファーはすべてのフレッシュに起きた。 生産な最後を記憶できたとされていた。ゲンガーの反乱の最終版では、ジェニファーの完全記憶能力以外にも、複数のシーンが削除されていた。オリジナルの台本では、ドクターは、自身のゲンガーにザマインドオブエビルでの出来事について問いかけ、以前のコンパニオンであるジョー・グラント、サラ・ジェーン・スミス、ロマーナ、ローズ・タイラー、マーサ・ジョーンズ、ドナ・ノーブルについても言及していた。 また、ドクターのゲンガーに保存されたドクターの人生の幸せな記憶のモンタージュもあり、そこではそれまでのドクター風のシリーズとエピソードや画面では描かれなかった出来事の回想があった。ドクターが自身のゲンガーにソニックスクリュードライバーを与えた後に、11番目の時間と同様にターディスが新しいソニックドライバーを作成したシーンも削除された。クリフハンガーでは、 第6シリーズのこれまでのエピソードを通して貼られてきた伏線が回収された。エグゼクティブプロデューサーのベス・ウィリスによると、エイミーのゲンガーは、第6シリーズの始まりからオリジナルのエイミー・ポンドの立ち位置で行動していた。エイミーはドクターからの招待状で妊娠を明かしたが、静かなる侵略者でそれを否定した。そのためドクターはエイミーに対して何度も妊娠テストを行っていた。 静かなる侵略者と精霊院の呪い及び人造人間たちで登場したアイパッチを装着した女性は次話ドクターの戦争でマダムコバリアンという名前であることが明かされるギランは分べのシーンについて自身の母と話し合いそのシーンを本当に恐ろしいものにしようとした怪物化したジェニファーは不思議の国のアリスの絵にインスパイアされた人造人間たちと ゲンガーの反乱の台本の読み合わせは2010年11月12日に、撮影は同年11月から2011年1月まで行われた。撮影の際は冷え込んでいて厳しい条件だった。スタッフはキャスト、特に主役の3人の衣装が過酷な気象条件用にデザインされたわけではないため、風邪を引くのではないかと懸念したが、健康なまま撮影は完了した。 制作における他の問題には監督が怪我をして雪にうずもれてしまうということがあった。修道院の中と外のシーンはケルフィリー城で撮影された。3の容器が置かれた地下室はドクターからの招待状、静かなる侵略者の大統領執務室として使われたものと同じセットで撮影された。演者たちはそれぞれの原画を演じた際、複製の顔が 元のフレッシュに戻った時の演出のために顔にソーシン具を装着していた。人間とそのゲンガーが同時に画面に入るシーンでは、各のの演者のボディダブルが使用された。ボディダブルは背後だけしか似ていないため、大半のショットではゲンガーあるいは人間のいずれかが背後だけ映ったもう一方に話しかけるという構図になった。スミスには、 ボイスダブルとボディダブルの両方が使用され、前者が他のドクターのセリフのセットを読み上げた。また、本作は、人造人間たちと並んでスミスが初めてソーシングを装着して撮影したエピソードとなった。ゲンガーの特異的なコントーションは、ザ・ミルが CGI を使って制作した。もともとはジェニファーがバザーを捕食する予定であったが、ザ・ミルは壁を映して、 その動作をほのめかすだけに止めた。ジェニファーが口を大きく広げて、彼に飛びかかる場面以外は、エピソードの最終版からこれらのシーンは削除された。廃棄された、ジェニファーのゲンガーの山はもともと死体の山が意図されていたが、それでは残酷すぎるということで変更された。代わりに、ジップの人形を使用して、CG でフレッシュを上塗りし、より妖怪した外見にした。 終盤でのジェニファーの怪物化は CGI で制作され、ポップシンガーのマドンナの写真が、本当に筋骨たくましく、白く、静脈が浮き上がって、肉質な腕に対する参照として用いられた。グラハムは、不思議の国のアリスで描かれた首の長いアリスの絵に、インスパイアされ、ジェニファーをエイリアンの体に、現実の顔を備えた怪物にしようと考えた。撮影時には、 ジェニファー役のサラスマートがグリーンスクリーンの前で怪物の演技をし、これが参考として使用された。ゲンガーの反乱はイギリスでは BBC1 で2011年5月28日にアメリカ合衆国では戦没招兵追悼記念日のため視聴率が下がると予想され、1週間遅れの6月4日に発放送された。イギリスでは ゲンガーの反乱の当夜の視聴者数の速報値は500万人を記録した。最終合計値は672万人に達し、その週に BBC1 の番組では6番目に高い記録を誇ったが、ドクターフー第6シリーズでは最低値となった。アプリシエーションインデックスは86を記録した。日本ではドクターフーニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から、 第6シリーズのレギュラー放送がアクスンミステリーにて始まり、ゲンガーの反乱は前話、前は人造人間たちに続いて8月18日午後11時5分から放送された。ガーディアン氏のダン・マーティンは、2回見るとすべてのものがより意味の通るようになるというだけの価値はあるが、少し不均一的だと述べ、エピソードがクリフハンガーで霞んでいるとも感じた。しかし、 ゲンガーについては忘れられないものだと述べ、道徳的ジレンマの練習だと表現した。後に彼は、当時未放送の、ドクター最後の日を除く、第6シリーズの中で、本作を9番目に良いエピソードに位置づけた。デイリーテレグラフのギャビンフラーは本作を、緊張感のある兵士恐怖症的な SF スリラー、精神的、肉体的なホラーが巧妙に実現した印象的な、 エピソードと表現した。マーティンとフラーはいずれもジェニファーの怪物化に考えであり、マーティンはこの考えさせられる暗い物語は記憶に残り、廊下を通る人生に救う。フラーは気の毒なことだと述べた。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは特にスミスを称賛し、元気づけることと脅威を及ぼすこと、陽気さと不吉さを 同じ数少ないシーンで成し遂げる演技に引いてていると主張した。しかし彼女はクリフハンガーを称賛したもののそのせいでエピソードが薄らいでいると思った。ラジオタイムズのライターであるパトリック・マルケーンは疑問視されるであろう論理ポイントがあったと述べたがそれらは大きく磨かれた制作の中では些末なものだとした。ザ・ AV クラブのケース・フィップスは本作に B 評価をつけ 素晴らしく良い続編だと述べた。イグンのマット・ウェールズは本作に10点満点中8点をつけ、伝統的な二部作として、マシュー・グラハムは全く基地に飛んではいないがしっかりと筋が通っている道徳と人間性を興味深いタッチで肉付けした脚本を書いたと指摘した。彼はクリフハンガーを完璧に整えられた WTF な瞬間だと述べたが、全体として、 エピソードからとそれているとも確信を持った。SFX のリチャード・エドワーズはより本作に批判的であり、5つ星のうち3つ星の評価をつけた。彼は、ゲンガーに、本当の脅威、を感じなかったと主張し、ゲンガーには、興味がなく、また予想のできるものであったと主張した。しかし、彼は、スミスの演技とクリフハンガーについては絶賛した。デジタルスパイは、 本作のクリフハンガーを2005年に新シリーズが始動して以来のドクター風で5番目に良いものだと位置づけ最新シリーズで知っていると考えていた全てを覆していてものすごく不気味だと説明した日本語版ではわしらは故郷へ帰るんだ日本語版では今ニュートロンの流れを逆転したハットホワットザファックを略した英語圏のスラングありがとうございます